え皆さん、こんにちは。柳谷三之助でございますえ。落語に関するポッドキャスト、新シリーズ、題しまして、焦点からの脱出、ライブで落語を聞こうぜ、の第2回目でございます、えー。コロナ禍でまだまだライブは厳しい状況ですけど、今のうちにしっかりと、寄せや落語会の楽しみ方を抑えてもらって、来たるべきその時に一気に、 飛び出していただこうという内容になっております。えー、今回の内容はですね、予選の一日を何回かに分けてお届けしようと思いますので、えー、予選が始まる前ですね、準備の段階から開演までというあたりをお話ししていこうと思っております。最後までどうぞお楽しみください。えー、さて、 えー、定石と呼ばれている寄席ですね。えー、毎日やっているっていうのが、やっぱり特徴ですよね。えー、ホール落語とか、その日だけの特別興行ということになりますと、まあもちろん、その日、えー、朝からですね、えー、落語をやるように、こう舞台のセッティングをしたり、お客さんを迎える用意をしたりとかってことはあるんですよ。ちゃんと進行表みたいなのもあってね。 ね、スタッフが何時に集合して、えー、出演者が何時に入ってなんて、そういう時間割を我々ももらったりするんですけれども、あの、寄席っていうのはまたちょっとそこが違うんですよね。あのー、ホール落語ってのはね、なんて言うかな、もうこっちも見てて面白いんですけど、まあ、スタッフの方、舞台の方、プロの方ですからね、わっとこう、まあ、仕込みをして、我々も毎日、なんて言うのかな、 あの、リハーサルみたいなことを簡単にいたします。マイクチェックとか照明の、うん、当たり具合を見たりとか、そういうことあるんですが、えー、終わってからが面白いですよ。皆さんあの、幕が降りてね、あ、終わったなぁなんて少し余韻に浸ったり、あるいは、 アンケートを書いたりするような時間になると思いますが、早いんだよね、片付けはこっちは。幕が閉まるこっち側ではですね、まあ私たちはほら座ってるじゃないですか。で、よっからちょっと立とうと思うとですね、たーって両袖からスタッフがね、真っ黒い格好して、えー、セッタ舞台用のセッタカなんか履いてね、旅履いて、たーってんで来るんですよ。ほいで立ち上がってこうやって立っこう、後ろを振り返るとですね、もうすでに、 えー、後ろの屏風が片付けられてたりしてね。で、まあ、我々が降りて、すぐ袖へ下がると、もう、たんたんたんんってんで、すぐにこの、えー、もう、鉱山の解体にかかってね。で、私たちが、あの、うち、うち帰ろうってうんで、楽屋で、えー、着物を着替えて、 え、それでじゃあ、お先に、なんて言おうもんならですね、もう舞台の上は、もうすっからかんになって、照明も全部あの、なんて言うんですか一辺下ろして、フラットな状態に治って、え、どうかすると先にスタッフが帰っちゃうんじゃねえかっていうぐらいのね、そういう手際の良さっていうんですかま、これがホール落語によくある光景なんですが、ま、寄せ定石っていうのは、そういうことはないですよね。もう毎日そこに、その寄せの失礼があって、ま、せいぜい、 ね、えー、講座とか客席の掃除をするっていう,う、そういう感じですわね。うん。で、まあ、一つの生き物みたいになってるっていうかね。まあ、毎日解体されるわけじゃないから、寄席っていう建物はずっと寄席であり続けてるわけですから。まあ、どうかすると季節の移ろいとか、そういうものがあるかもわかりませんな。うん。で、まあ、そうですね。えー、寄席の一日っていうのを喋しゃべりしていこうと思うんですが、 うーんー、客席から見えるところはね、まあ皆さんよくご存知なんで、その他の、えー、まあ始まる前の様子ですね。お客様の目に触れることがないところを、まあご案内していきましょうね。寄せの朝。まあこれ朝っていうのはね、ちょっとまああんまり大きな声では言えないんですが、皆さんの朝とは随分違いますよ。だいぶ遅れて我々は朝になりますな。あまあ若手の勉強会なんかね、 朝10時から早朝寄せなんつってやってたこともありますが、<laughs> 朝10時が早朝と言ってしまうぐらい我々ちょっとこう時差を持って生きてるもんですからね。まあ通常の寄せ公演というのは、大体開演が12時前後ですね。お昼、昼席。ね。えー、で、これがまあ我々にとっちゃ朝みたいなもんですよね。まあもちろん、準備はその前から始まるんで。でもそれにしても、どうでしょうね。 朝の10時ぐらい。朝、朝って言っていいんですかこれよくわかんないけど。10時ぐらいがまあ、寄席の始まりってことですかね。まずあの、寄席の従業員の方が、まあ、やってきます。で、鍵開けたりね、戸開けたりして。で、まあ、あの、迎える側の準備ってのは、我々楽屋ですからわかんないんですけど。まあ、あの、入り口の切符売り場の支度をしたり、売店の支度をしたりとか、まあ、そういうことでしょうね。えー、場内の掃除、トイレの掃除なんかもあるでしょう。 え、それでね、あとは、あの、表に看板が出るっていうのは特徴ですよね。看板だけじゃないですね。皆さんご覧になったことありますかのぼりっていうの。ね。話かのお名前がこう、書いたこのぼりですな。えー、今登りっていうと、店の、あの、なんかね、えー、前によく出てますけど、なんかあの、雨に濡れても大丈夫そうな、あの、簡易的なね。えー、寄せの,のぼりっていうのはかなり大きいですよ。ね、で、布製ですしね。 昔ながらの、まあ、染め抜きの、上りが、まあ、ボンボンって出ます。寄せによって本数は随分違いますけど、まあ、鳥を取る人の名前が、まあ、段と書いてあることが多いですかね。で、誰々より、なんて書いてあって、まあ、色とりどりなんでね、そこをご覧いただくというのもいいかもしれませんけれどもな。うん、まあ、なんかそれが寄せの風情みたいな。もちろん、あのー、国技館とか、 あ、それから、芝居小屋とか、そういうところにも、まあ、この登りってのはありますからね。まあ、似たようなもんかもしれませんな。で、まあ、表の準備と並行して、我々話か楽屋側の準備も、まあ、だんだん始まっていきますよ。えー、最初に来るのはね、前座さんです。えー、開演の1時間ぐらい前には来るのかな。 うん、まあ、その前に前座さんは、視聴の掃除とかね、そういうもの全部済まして。だから前座さんの朝は、まあ、皆さん並みに早いんですけど、まあ、我々はそうじゃなくてね。えまあ、前座さんとにかくね、開演1時間前にやってきて、そうですね、まずは、あの、その日の出演者の確認ですね。えー、予選は毎日こう、出番が変わったり、あた、あの、なんていうのかな、大演といって、えー、普段出る予定だった人が違う人に変わったりとかってするんで、まあ、それを落語協会の事務所の方へこう、 問い合わせてね。で、出演者を確定して。それで、めくりって皆さんご存知ですかねあの、出演者の名前がこう出てくる。まあ、まあ、あの、寄せによっては本当にめくりっていう紙だったり。それから、あーまあ、寄せによってはあ、見出しって言ってね。板に名前が貼ってあったり。で、それをカチャッとこう入れ替える。そういう形をとってるんですけど、まあ、そのめくりですね。それをとにかく、出演者順にこう、並べておかないとね。 えー、いざって時に、あれ、どこ行ったなんてことになると、うまく進行が進み、進んでいかないですからね。えー、そこをまず揃えるとかね。えー、で、まあ、つまり、楽屋に、まあ、先輩を迎えて、これから始まるわけですから、お茶を沸かすなんてのもありますよね。えー、まあ、とにかくね、結構忙しいんですよ、えーで。まだその時はね、着物に着替えてなくて、えー、奥で入ったまんま、バーバーバーバ,ーバーっていろんなところをね、片付けたり、えー、そういう開演の準備を、うん、いたしますな。 で、もうそれが全部済むと、あのー、さっと、もう目にも止まらぬ速さで、えー、着替える。これも修行の一つです。ね、な、だら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 時間かけて着替えてたらね、話しか集まりませんから、もうギリギリまで、まあ、あ特に、まあ、下の方の前座さんなんてのはギリギリまでね、働かされて。で、もう、合間をもう縫って、パパッと着替えて。 それで、まあ、開演時間を迎えるっていうことになるんですよね。で、開演する前に会場時間っていうのがあるじゃないですか。だいたい30分ぐらい前ですかね。これはね、まあ、寄せの進行が太鼓で行われてるってのは、もしかするとご存知の方いらっしゃるかと思いますが、開演時間の前にまず会場時間が30分前。これ一番太鼓っていう太鼓が入ります。どーん、どーん、どーんと来い。どーん、どーん、どーんと来い。というふうな、まあ、口で。 あの、太鼓っていうのは覚えていくんですけど、まあこれを基本にしていろいろこう、崩していったりしてね、えー、ぜひそこにも耳を傾けていただきたいんですが、何しろ会場と同時になる太鼓なんでね、お客様に聞かせるっていうよりは、 なんですかねな、なんかこう、一日の始まりを告げる、なんかブザーじゃないけど、チャイムみたいな、そういうところなんでね、えー、よっぽどお好きな方じゃないと、最初から最後まで聞くってのはないかもしれませんな。まあでも、会場と同時にご,じゅご入場されるお客様はね、まあ、あの、その音を、太鼓の音を聞きながらご入場いただくってことになりますかな。まあ、お客さんがどんどん来るように、どんどんどんとこへ演技活ぎですよ。え で、あと、そのまま、まあ、時間が進んでって開演5分前。 これが二番太鼓っていう太鼓です。おたふく来い来い、おたふく来い来い。これも縁起担ぎの、こう、リズムをキープするような太鼓に、えー、オードっていう大きな太鼓と一緒に二人で叩く。えー、昔はね、前座さんも多くなかったし、話しかも、なんて言うんですかね、時間が、まあそんなに今ほどきっかりしてないんで、いつ来るかなっていう感じじゃないですか。何時何分まで来いっていう、そういう時代じゃない頃から寄せはありますからね。この二番太鼓のことを着頭って言ったりするんですよ。 つまりね、到着をひっくり返した言葉です、えーえー。つまり前座さんの次の二つ目さん、二人目に出てくる出演者が到着したよっていう、そういう太鼓ね。だって後の人来なかったら始められないですから、うん。昔は結構あったんですよ。次の人が、あの、まだ来ないなんてね。だからそういうのも太鼓で、えー、そろそろ始めましょうっていうんで、えー、やる。この二番太鼓はね、まあ太鼓二人で。あとはね、 まあ、あの、手が空いてて、笛吹ける人がいると、脳幹っていう、こう、笛ですなあ。笛が入ったりします。私も、まあ、大きな落語界、それから寄せで、時々笛吹いたりするんですが、まあ、結構ピリッとしてね、えー、いいですよ。うん、私は二番大工っていうのは、あもう開園するなっていう感じで、えー、気が引き締まって、お客さんはもう、まあ、今までこう、リラックス、もちろんずっとリラックスしていいんですけど、例えばロビーかなんかで、ね。 なんかゆっくりされてる方が、あのこの二番太鼓聞いて、あ、そろそろ始まるなっていうんで、ご自分の席に戻るなんて、こういう合図の太鼓でもある二番太鼓でございます。で、まあさて、開演ということになるわけですけどね。えー、とね、最後に一つだけ、あのー、開演時間っていうのは予定プログラムに書いてあったり、ホームページに書いてあったりするんですが、その開演前から始まります。 ええ、例えば12時半開演って書いてあったら、12社に前座さんが出てくるわけじゃないんですよ。12時半に前座さんが終わるんです。つまり、前座さんをお聞きになりたいって方がいればですね、その前に、例えば10分、15分前ぐらいに前座さんが上がりますので、その時間めがけてきていただくのがいいんじゃないかな。つまり前座さんはね、プログラムの外なんですよ。ええ、まあでも、 そういう意味では、あなんていうのかな。その当日まで誰が喋るかもわからないし、うん、お前急に、うん、やんなさいなんて言われて、先輩から言われてね、あっあっつって、はい、上がってくるんですよ、前座さんって大体、うん。そういうところをご覧になるというのも、まあ予選のスタートとしてはよろしいんじゃないかと思います、うん、ぜひぜひ、前座さんの講座。まあもちろん予選は何時から、どっから入ってもいいんですけど、えーえー、前座さんみたいなって方は、 ちょっとお早めにお越しくださいませ。さあ今回はこれでお開きにいたしましょう。 次回はこの続きってことになりますがね、どうぞお楽しみにしておいてください。えー、このポッドキャストはもちろん通常のポッドキャストアプリなんかでもお聞きいただけますが、同時にですね、この絵を YouTube でもお届けしているんですよあ。あんまりこれ必要ないっちゃ必要ないんですけど、あの、このカメラを使ってね、ポッドキャストを収録してるので、おまけみたいなもんですが、えー、ぜひよかったら YouTube の方でもお楽しみいただいて、ポッドキャストは、まあ、ああのー、 登録ですね、それから YouTube はチャンネル登録ぜひよろしくお願いをいたします。